沖城は、張馬国士鎌郡沖にあった城郭である。茶臼山の上に築かれた城なので茶臼山城の別名を持ち、さらに天川を堀の一部として利用していたことから、天川城の別名も持つ。当時の交通の要衝に立地しており、城内に山陽道や城下町を取り込んだ総構への平城だった。赤松市の一族小寺市の居城で、 1519年に小寺正隆が築城したと言われる。1579年に橋場秀吉に攻められて落城し、城割りが行われ、廃城となった。別所市の三木城、三木市の映画城と並び春間三大城と称された。姫路市東方の三国の町沖は山陽道が通る交通の要衝として赤松市の守護所が設けられていたようである。 1519年になって、小寺正隆が、沖の茶臼山と呼ばれる、小級場に城を築いた。姫路城代であった小寺氏が、沖城を築いた理由として、市君、赤松吉村と、浦上村宗の対立、浦上村宗への備え、小寺正隆の隠居城赤松僧侶家からの独立を狙って、などが考えられている。1530年。 細川高国と組んで一挙に上落を狙う村衆の針信香によって御儀城も攻められて落城し、正隆は自害に追い込まれた。しかし、翌1531年に中島の戦い大物崩れで村宗が討ち取られ、細川高国も自害すると正隆の息子であるり職が上主に服した。り職の頃から五城を本城、 姫路城を市場としていたようで、姫路城には、過労の八代道を喜びや黒田氏を城代として派遣していた。当時の針間では、比較的大規模な城であったらしく、別所市の治める三木城、三木市の治める映画城と並んで、針間三大城郭の一つに挙げられていた。1575年、小田氏の中国地方攻略の一環で、橋場秀吉が針間へと進行した。 のり職の子、聖職は、過労の小寺交流の進言もあり、当初は、小田氏に通じたが、別所氏荒木村重の小田氏離反に同調。1579年、秀吉は、別所氏の三木城を支援していた、張馬の諸城を攻撃、五儀城も、聖職が、毛利氏領内の友の裏の足利義明のもとへ、脱出し、残された別所氏家臣の岡本修二が降伏し、落城した。 秀吉重臣の八塚正勝は一時的に接集した、あと、廃城となった。1755年に描かれた絵図、晩州植刀軍ふと宮やしき、チャウス山城知絵図によると、本丸を囲む内堀があり、北東に隣接する二の丸の外側には三重の堀が、巡らされ、南西側は天川を外堀として利用し、山陽道や町屋を取り込んだ総構えだったようである。 絵図は、後年に描かれたものだが、堀の遺構が残っていることや、近年の調査で、建物の祖先や瓦、井戸、石垣、土類、内堀などの一部を発掘したことから、基本的な縄張りは信頼できるのではないかと考えられている。廃城後、江戸時代には、ご木本人が置かれていた。現在、国道2号北川の本丸跡付近は、姫路市役所東出張所。 奥国や公民館、五儀城石公園、南側は民家や小公園などになっている。小公園には小寺市を祀った祠小寺明神があり、城市公園西側には黒田義高の祖父、重高と母、赤史正風娘の病所がある。重高らの墓は、元は五儀城下の助土にあった、心光寺に置かれていたが、1577年に、 現在の地に移された。その後、1802年に、筑前福岡藩十代目、藩主、黒田成清により病床は再建され、1968年に再び修復された。毎年、4月29日に、黒田氏、小寺氏等の末裔たちが集まり、専属用を行っている。発掘調査は、姫路姉妹像文化財センターによって、 1977年から1979年にかけて行われた。この調査で、食器や茶器のほか、将棋の駒、小石などが発見された。沖城は、栄章時期の築城とされてきたが、この発掘によって15世紀には柵を巡らせた、取り出規模の建物があり、その後、小寺市の勢力拡大に伴って、規模を拡充させていったと考えられている。 角川日本地名大辞典二28兵五件、自動羅手作り甲冑で、武者行列神戸新聞2019.11、三府、ありがとうございます。